元就君が留守にしていた厳島だ。落とすのはわけないさ。いい具合に番犬も見つけたしね。チキショウ、いつまでも小生に構わないでくれ。小生とっくの昔に豊臣軍を抜けてるんだよ。なんで俺様まで捕まっちまってるんですか。俺様はもう誰の指図も受けないんだよ。さて君たち、どちらがより有能か僕に見せてくれるんだろう。久しぶりに会ったってのに、なんだその態度は。出会え、渡部。小生は元主だぞ。忘れたか。忘れたくても忘れられるか。お前の胸にダンスの今をお伝えする突撃花娘の雪玉聞き込み。さあ、今日も足軽さんたちの日常に迫りたいと思います。君は勘兵衛君との二兵がお似合いだよ。そんな勘兵衛さん、どうしたんだい。元同軍同士仲良く敵を買ってくれ。うるさい。鎖がついてても小生は犬じゃないんだよ。足軽に必要な技術才能を上げるとすれば。そうだね、生き残ってまた次の戦で対処に戦うこと。検討を重ねた結果、命の危機という結論に至りました。やれやれ、僕は君たちの力を過信していたかな。違います、あの時が運動しなきゃいけないだ。あれは何をやっている。仲間割れか。普段どんなことを考えながら戦っているんですか。暇だから目安箱の当初ネタを考えてるかな。そりゃ戦なんてあっという間。足軽ならではですね。こら渡部、元あるし、アホだのバカだの脳なしだの気を出すやつがあるか。この恩知らず。恩知らず。お前が無能だったから俺様は姫路を乱れなかったんだ。ごめん。やれやれ、いい加減にしてくれないか。二人ともポンコツが。すぐにガラクタにしてやるよ。無敵一番剣。まったく、呆れて物も言えないとはこのことだよ。大変なお仕事ですが、転職を考えたことはありませんか。ないって言っちゃ嘘になるけど、俺今の人割と好きなんだよね。この戦では足軽としてどんなお仕事を。つづらの中におにぎりあるでしょ。あれだけど、あれたまに買えるのが俺の仕事。くっそー、やってられるか。なぜじゃ、やってられん。どうだ、また昔みたいに。誰がアホか。うわぁ、んで様を倒して名を上げてやる。アホか、なんと俺様の盾になりやがれ。見たか。こら、まとめ男家のくせに生意気だぞ。無敵だ。自分たちのここを見てほしいと思うところは。やられ役をする、大将を守る、両方やらなくちゃならないのが足の辛いところだな。さあ来い、ザコとゴミの対決だ。それどっちも頑張れ。大変なお仕事ですが、転職を考えたことはありませんか。二の一とかやってみたいよね、一回くらい。はあ。僕より秀吉に叱ってもらうという。あい、すみませぬ。
乱世の今こそ手元でこの号を立てねば。辞世の句を読み終えるまで待ってくれ。強すぎると思いませんか？それでも向かってくのが足軽さだろ。理屈というのは残酷ですね。あなたはどうして今のこのお仕事を。うちでダラダラしてたら足軽でもやってみろって叱られてさ。それはもう10年だよ。続くもんだね。あなたの大将の今日の動きを見てどうですか？俺が見てきた中で今日の戦が一番調子いいね。千人斬りじゃ止まらないんじゃないかな。いたか。これが小生たちの本気だ。君たち心配しなくても大丈夫だから。そいついてもいなくても一緒だな。お前も無敵。ほう。一番無敵だ。一番無敵なのに。失礼したね。彼らは頼った僕の失策だ。甘んじて非難を受けよう。そろそろこの戦も終わりにしようか。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。君も。まとめて相手してやる。覚悟しやがれ。番犬にもならない上に主人に噛みつくと。しつけが必要なようだね、二人とも。強制は強い。一生分の運が丸々残ってるんだよ。へえ、それはようござんしたね。わしの祈りをお前の胸に。貴殿はまたも戦国最強の名を欲しいままにするか。ちくしょう、容赦ないな。お前さんは戦んできたことが今日一番の不運だ。その程度ならかつて豊臣にいたという事実は忘れてほしいものだね。恥ずかしいよ僕は。クソが分が悪いか。まあいつも通りか。終着地点だ。お前の寿命のな。邪剣のうめきが聞こえてきただろう。そう、お開きの時間だ。今日のところはこれくらいにしといてやるよ。だから俺様の方がすごいって言ったでしょうが。え、お前ら閻魔朝の陣にみんな繰り上げた。ついに決着です。今日も激しい戦でしたね。それではまた次の戦でお会いしましょう。